パパジーンズタイニーハウスプロジェクトスターティング I'm making a porch roof Today is 18th July and it's Thursday today and I arrived here at 9:30 because I woke up early this morningAnd today is very hot. The temperature is already 29 degrees. So I'm going to try to make a roof of the porch roof. So the shape of the house will be changed, I hope.ただいまの時刻は11時半です、このぐらいまでやりました。あとこの3を1、2、3本インソールして、板をインストールします。板はもう切ってあります。ただいまの時刻は12時3分過ぎです。なんとかこの骨組みを終えました。それで、先に板をインストールする前にペイントを したいと思います。白に塗ります。全部白に塗ります。ただいまの時刻は午後1時です。お昼ご飯も食べずに作業を進めておりました、とりあえずこのお風呂前に、ペイントだけしておきたいと思って、ペイントしました。感じです。それではお昼ご飯ランチタイムにします。ほう、よう働いた。今日もワンパターンのこのおにぎりとこれ、おにぎりは昨日と同じです。焼きそば、おむすびセット。これは梅干し で、こっちは海苔で巻いた中に鮭が入ってます。鮭のフレークです。これが358円、3ドルです。その他、昨日、君江さんがきゅうり、持ってきてくれました、その場で、6本入っててその場で3本食べて、あとは3本家に持って帰って、冷蔵庫で冷やして朝2本食べました。で今日お昼つまみ2本持ってきました。それではレイトランチいただきます。ほらなんかセミの声がします。もう夏真っ盛りです。ところでこれなんか定価が2ドルです。田舎風ばら寿司218円、そのまだ4割引になってます。もうダラーみたいなもんです。ほんま大丈夫かな思うわ。ほんまに知りましんな。 Anyway いただきます。ただいまの時刻は3時になろうとしております、今ちょうどこの上に、プライウッドを置きました。あとこれをネジで留めていきます。あんまり暑いから扇風機を出しました。
あれ。あ、それです。で、ここで、進みます。おただいまの時刻は5時です。もうちょっとで5時になります。ルーフの板金を加工しました。こんな感じに加工しました。で、あの継ぎ目も、その継ぎ目もちゃんとオーバーラップしてます。あと向こうの板金を作っていきたいと思います。ただいまの時刻は5時15分です、こっち側のメタルフラッシングも加工しました。こんな感じに加工しました。全部できたので、今からアスファルトシングルを貼っていきたいと思います。アスファルトシングルはこんな感じです。そこに16枚あります。この16枚のうち15枚を使います。ただいまの時刻は6時半です。だいぶ頑張ってやりましたが、完成はしませんでした。どんな感じかちょっと映してみます。まずスターターを貼って、で1枚目貼りました。でこれはただ置いてあるだけです。これはここに、これはここに来ます。ただこれ今置いてあるだけです。あと、これは5列貼るから1,2,3,4,5列になります。明日は金山さんとルーファーの方が来てくれるので、あっちの古民家の屋根の修理をお願いできると思います。その間僕はこれを完成したいと思います。まあ、もうイージーに完成すると思います。でもまあ気をつけないと、これ高いとこやから落ちたらえらいことになる。今日はこのフレームも作ってここまで来たから、まあまあよう働いたと思います。でペイントしにくいところは先にペイントしときました。こんな感じです。もう疲れたから帰ります。ゆっくり後片付けして帰ります。Thank you for watching. See you tomorrow.